ウェイン・ロバート・エリントン・ジュニアは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属している。ポジションは、シューティングガード。ペンシルベニア州の高校時代は、ジェラルド・ヘンダーソン・ジュニアと共に過ごし、大学はヘンダーソンが進学したデューク大学とは、ライバル関係にあたるノースカロライナ大学に進学。 二年生時の2007から08シーズンに平均16.8得点を記録し、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーする予定だったが、同シーズンの NCWA トーナメント準決勝でカンザス大学に敗北を喫し、雪辱を誓うためにエントリーを回避。翌2008から09シーズンに見事に全米王者に輝き、改めて2009年の NBA ドラフトにエントリーを、 共二28位で、ミネソタティンバウルブズから指名された。2012年7月、ダンテカニンガムとのトレードで、メンフィス・グリーズリーズに移籍するも、2013年1月に、マリース・スペーツと共に、クリーブランド・キャバリアーズに移籍。2013年7月、ダラス・マーベリックスと契約するも、自己アーストの45試合の出場、3.2得点に、止まり、 シーズン終了後にニューヨークニックス、サクラメントキングスに放出された後解雇された。2014年8月、ロサンゼルスレイカーズと契約。2015年7月、ブルックリンネッツと契約した。2016年7月10日、マイアミヒートと契約した。2017から18シーズンはチーム記録となる227本の3ポイントを成功させた。 2019年7月9日、ニューヨーク・ニックスと契約した。2020年11月19日、ニックスから解雇された。2020年12月2日、ピストンズと契約。2021年8月6日に、フルスノ・レイカーズと契約した。ありがとうございます。